他ありますか。では、はい、どうぞ、はいはい、じゃあ、もう遡ってちょっと発表だけでお聞きしたいことがあります。はい、どうぞ。おそらくは幹事長というのは1週間後に交代になるんだと思うんですが、はい、上杉幹事長に対して報酬を凍結しているという位置づけだったと思うんですが、はい、そうすると例えば上杉幹事長がどう判断するのか、場合によっては支払う可能性も残ってくるということ。あ、はい、もうこれはだから和解するので2ヶ月も払って、はい、それ以外の債務債権は存在しないという和解書で終わらそうと思っています。はい、はい、ではじゃあ来週正式に黒川さんが幹事長に就任した場合は、はい、それは報酬というのは発生するんですか。ああ、報酬はいうことは発生しません。今のところとか全然ごめんなさい、ごめんな、報酬なくて、はい、わかりました。はい、はい、あとです、黒川さんが N1 グランプリで投入したそのネット広告に対して何万回、延べ何万回再生されて何人が訪問して実際に申し込みのところまでたどり着いたかというのはすごい参考になったんですが、じゃあ地方選挙で春日部市で YouTube の広告をこれから対応するという話もあったんですが、昨年和泉市の選挙でもやはり選挙の目的として YouTube の広告を打ったのではないかと思い出したんですが、ね、あれは和泉市じゃなくて全国やな、徳田和泉市で打ったんじゃないですか。 YouTube 広告をとりあえずやってみよう、それはNHK 党が YouTube で広告を出してくれるかどうかのチェックをしたメイン。ちょっと私これ聞いたかもしれないんですけど、はい、YouTube でその党の広告っていうのは見た記憶がなかったんで。ああ、俺も見れなかった。じゃあそれはもう完全にその認知してない人に対して。いや、じゃなくて100万円でできるのってそんなもんやね。そうですか。だから選挙でやった方が費用対効果が高いって。春日部市の場合はどうなんでしょうか。そのため会場の方がターゲットにしまって、うん、全国に向けて発信した広告っていうのは、だから例えば俺が都知事選に出たら広告効果が最低でも1億3億円ぐらいあるというのはそういうことになるよ。それぐらい多くの人に見てもらうための広告代っていうのは都知事選挙に出た時の NHK 党とか立花隆の質っていうのはもう3億円で効かないぐらいの広告効果があるっていうのを証明したかったっていうのはあります。で、じゃあ春日部に限って打てる広告がさあどれぐらいの効果があるのかっていうのを今度チェックしようとしてる。はい、ですから気になったのは選挙があるのは4月ですけど、4月の投開票が終わった後に、はい、ではどれぐらい予算を投入して何回再生されて、はいはい、でそれが検証できるかどうかまた別としても、はい、票に結びついたのかどうか、まあ、いや無理ですよね。というのを検証する。検証ができても、どれが票に結びついたかっていうのはこれまでどのデータも無理なんですよ。例えばポスターを見て投票したのか、選挙法を見て投票したのか、事前に送られた政治活動で投票したのかっていうのはそれは分析のしようがないんですよね。だから投票にどれぐらいつながったかって予想はできるけども、とか何回見られたかっていうか広告なので表示はされるんですよ、はい、例えば YouTube 作りました5万回見られました50万回見られましたかって見られましたっていうのが出てくるんですけど、広告っていうのは無理やりつけていくんで、Google 側がこの期間にこの予算でやってくる人は必ずその回だけの再生は回るんやな。それ間違いないな。よっぽどじゃないとね、まあ、よっぽど多い数出さない限りは回るような。春日部が人口限られているので、うん、それを超えるような表示はできない。できないけども、はい、予算通りに消化されている、うん、予算通りに消化されている。だから逆に予算が100万円だったら春日部で何回ぐらい流れる。1000回ぐらいもっと持ちたか。100万円あって100万表示ぐらいはあったら1回1年ぐらいは入れる、まあ、そんな感じで、うん、そうだよね。彼その道をちなみにあれ彼山崎君が青汁王子でのところでずっと仕事した子なんで、その道だから当然1回1円って言うことは合理的でしょ、はい、1回流すのに我々がいわゆるユーザー側が1円払うっていうことはグーグル側に5円ぐらい入って 0.5 円ぐらい入って表示されたと大橋君のところで出てくるんですが、大橋君2円とか 0.2 円とかでさえ入るから100万円出すと単純に春日部のエリアで100万回ぐらい表示されるということ、はい、今のでちょっと一ついい、はい、いいでしょうか、はい、投票した人っていうのはさすがに分かりようがないんですけど、はい、分からないので、まあ、ちょっとこれアイデアとして N1 の方で上がってきているのは例えば
NHK 撃退シールとかを送るみたいなのをちゃんとコーナーとして作っておいて、その送った数とかっていうのを計測できると、ある程度効果が読めるっていう。あの、今回の N1 もいきなりエントリーの数っていうのは分からなかったので、相談してくださいとかボタンを増やしていったんです。で、そうすると、エントリーまで行ってないけど相談するっていう数が測れることによって、で、そこの人に対して相談会を打って、まあ、何人か増えましたみたいになっているので、あの、広告の効果を測るためにも、例えば NHK 党だと NHK 撃退シールとかっていう明確にツールがあるわけですから。撃退シール欲しい人はこちらをクリックってやれば、動画の広告が出たとクリックしたら、応募画面に行くから、そのクリックが100万回中でどれくらいっていうのは、それはすっかめるわけよ。そういうのは多分やった方がいいと。で、実際にシールを配るっていうのは党としての活動だと思いますので、まあ、そういうのをもっとこうやればやるほどアイデアは出てくると思いますので、その中から投票者の数までは分からなくても広告効果とかっていうのは一定評価できる。そうなの。だから広告効果ってネットはまだ出しやすいんだけど、もういろんなものであるから、地域の雑誌とか人口追い込みとかポスティングとか駅前のビラってなるんで、それはもうほとんど予想せざるを得ないよね。あの、予想でもいいと思うんです。ですから、こうじゃないかっていうのも数字が出てくれば参考になるかと思ってた。うん、だからそれはもう、あの、皆さんが逆にこれまでやった選挙でどうなんじゃないかっていうのを出していった方がいいんじゃないかっていうぐらい。わかりました。場数を踏むしかないんで、何回かやれば、そこからの推計で予算どのぐらいかけたら何秒ぐらいになったっていうのから逆算することになるんだ。はい。じゃあ、 あの別の質問なんですけど、それだと関連するとそれだけ意見が入っちゃう。今黒川さんと立花さんがおっしゃった、まさに NHK 撃退シールが欲しいボタンっていうのを広告中常に表示しておいて、そこを押すと、あの撃退シール応募のフォームに行って名前と住所を書けば送ってこられる、送ってこられる、うん、そういうような状態は考えて。ネット広告はね、表示されたのが何回とか、それにリアクションしたのか、いや、あのツイッターなんか見たら、見たのいくらインプレッション、接触した人は何人で、そのうちリアクション、ツイートとかいいね押した人は何パーセント出てくるのよ。それは出てくるね。でも、じゃ最終的にそれを見て投票したかどうかはもう絶対分かれへんって、こういうことで、はい。それ以外の媒体もあるから、例えば車の宣伝を聞いて、あ、NHK 党の人、あ、立花さんの写真やとか、で、ネットで検索して、で、複合してやるから、どれが原因で選挙で投票したちが絶対つかめないよ。はい、それは分かります。はい、どうぞ、だからその他の質問、はい。ということで、もう一つだけ関連することで、一つだけ申し上げますと、あと、NHK が、NHK 撃退シールボタンと、私の名前と電話番号を常に表示しておこうかと思いますので、はい、まあ、YouTube 広告を見て電話しましたっていう方もある程度は統計は取れるかなと思いますので、はい、あれね、ちょっと本当脱線して申し訳ないけど、 YouTube 広告に地元出てきたら嬉しいな、俺だけか。いや、多分結構インパクトあると思う。あれ、ね、YouTube 広告って地元出てこへんから出てきたら嬉しいよ。だよね。だから春日部市民が YouTube 広告で春日部市のとかって言ったらめっちゃ親近感で、あれ YouTube の広告って地元ローカル性ないよね。で、俺のところだと新橋のどこどこ寿司とか出てきたら、なんか めっちゃ見るで、あ、新橋の寿司屋これここだけでやってんのかとか、あの六本木のマンション販売しますっていう広告は他の広告塔のあれが全然いびつなのよ。見慣れた景色とか出てくるから、だからこれは俺はちゃん結構効果あると思って、ね、ちょっと話それたけど、そこでしか再生されないですね、広告って。あのローカルのテレビよりももっと狭められるもんな。だから東京やったら MX が東京のやつやるじゃん。だからテレビ和歌山とか和歌山県の人ってなるから、でも和歌山県と和歌山市から新宮市までなるわけよね。でも YouTube の場合は全世界にもできるけど、実は春日部市だけっていうのもできるから、これは結構費用対効果めっちゃ高いと思うと思ってます。手短い。もう一つ、まあ、ちょっと拡大するかもわかんないんですけども、関連することで、広告ではないんですけど、まあ、私も YouTube チャンネルを持って、情報発信は、最近ちょっと薄いんですけど、
ども、まあ、ライブ配信も多いんですけども、してるんですけども、政治活動、ここ1ヶ月やっていく中で、意外だなと思ったのが、活動している市民の方が寄ってきて、あ、坂谷さん、YouTube いつも見て応援してますっておっしゃるんです、方が多くて。で、立花当時の動画見てくださってるんですかって確認すると、いえ、坂谷さんの春日部市内の動画を見て応援してますって言ってくださる方も多いんで、やはり地元で活動している方が YouTube の動画でインターネット上で見ると応援したくなるんですよね。だから、あの統一地方選挙あと1年ありますよね。あの現職の方で YouTube してない方は全国発信が伸びなかったとしても、やっぱり地元の議員だということで相当応援支援者の方も増えると思いますので、今からでも遅くてないと思いますので、統一地方選挙で当選したいと思っている大野議員一番言いたいんです。 YouTube 動画よろしくお願いいたします。以上でございます。そこですね。勉強したもん出してくれてよかったな。俺途中でやめた